摂の国池田城に来ています。池田城はですね、守護、パリマ摂はですね、もともと赤松家ですよね、足利時代ですが、守護だったんで、他その他在地の豪族なんかが治めていたんですね。これは一応天守というか模擬なんですけども、一応ですね、周りの遺構もかなり復元されていてですね、城を囲む塀ですとか土塁とか井戸もありますし、門も4つ5つ復元されてますね。お城公園っていう感じなんですけども、でも結構ですね、中も資料的なものもありますし、すべて無料で公開と、下手な有料のなんかの施設よりもずっといいと思います。で、ちょっとね、板張り風でな、もちろん釘やネジや金属のものをかなり使ってるんですけども、ちょっと昔風の感じでですね、非常に復元、一応模擬っていう感じなんですけども 復元されてですね、非常にいい感じになっています。もともと平山城で少し高い丘陵の丘の上にある感じですよね。で、本当に天守っていう感じではなくても、これだけ見晴らしがいいとですね、今でこそ都市化が進んでですね、山のかなり上ってくれたので、住宅地やら開発されてるんですけども、当時はですね、かなり、見晴らしのいい丘、中に絵図が残ってましたけど、天守っていうよりも本当に建物がちょこっとあるだけでですね、この切り立った断崖の上に立っていると。だから、結構平山といってもですね、かなり上がってくる感じになりますし、見晴らしがいいと。あと後ろの方にもですね、後詰めの、お城じゃないと思うんですけど、山があってですね、非常に地理的にもいい感じのところですね。で、城主はですね、池田市なんですけど、あと有名なのは荒木村敷ですね。で、天守の頃、多分信長の時代だと思うんですけど、廃城になってですね、その後は特に建物とかそういうものはですね、建てられなかったということですね。江戸時代とかはですね、なんか藩とかこちらを治めてる人がいればですね、継続して、天守なんかも建ったんでしょうけども、そもそも作ったのはですね、鎌倉の末期ですから、かなり歴史はあったんですね。戦国時代になくなってしまったお城の一つにはなります。で、今堀って言ったんですけど、今復元してるですね、池とかああいうのはそのままではない、中には庭園までありますし、井戸にしてもですね、あったであろうという、遺構というよりも、すいません 遺構というものですね、復興ですね。で、小口の方もさっき結構戦国時代っぽい感じでですね、すごいいい感じなんですけども、こういった板張りの木造の感じもですね、残してほしいですよね。池田市という、町も池田市なんですけど、豪族、ここの在地のですね、豪族の名前が都市の名前になってるっていうこともあってですね、池田市、非常にいい場所になってますんで、ぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうかね。簡単にね、出入りができますし、見晴らしもね、いいんで、天気がいいとね、近所の方とかね、散歩がてらに来てる方もいますし、意外と城址公園なんですけど、見どころありますんで、ぜひぜひというところです。摂池田城でした。